東側外観野系新世紀環級中心は、生都市に建設された単一の建造物として、世界最大の床面積を保持する商業施設である。高さ100メートル、サイズが 500X400 メートルで、170万平方メートルの床面積を持ち、床面積における世界最大の建造物。これは100万平方メートルで完成まで、 世界最大であったアールスメールバナ市場を70万700平方メートル上回る大きさであり、シドニーのオペラハウスが20ムに入るほどの大きさである。新世紀環球中心は億万長者として知られる、デング本市のエンターテイメント及び旅行グループによって開発された。170万平方メートルのうち約40万平方メートルは、 ショッピングモール等の商業施設であり、また、オフィス、会期室、大学、二つの商業センター、ホテル、映画館、地中海の村や、海賊船を模したエンターテインメント施設、スケートリンクも含まれている。建物の中心は、ウォーターパークで5000平方メートルのプールとなっている。内部に含まれている、インターコンチネンタルホテルは、1 0 0 0室の客室があり、 複合施設の端に位置している。東建造物は、生徒地下鉄1号線の近所広場駅と直結している。建物は、イラクと英国の建築家、ザハ・ハディットによって設計された生徒現代、芸術センターに面している。ショッピングエリアの一部は2013年をはじめにオープン。したが、2013年3月にグローバルフォーチュン500。 カンファレンスを開催した時に正式に全体がオープンする予定だった。しかし、開発者であるデング本氏が汚職容疑で逮捕され、政治的屈辱の可能性を与えられたとして、カンファレンスは、生徒のシャングリラホテルで開かれた。その後、2013年8月22日に開業した。ありがとうございます。